では話を続けましょう。隊長。なんだ。私はあなたを信じたい。何の話だ。俺の作戦指揮に不服があるならいつでも聞く。分かっているはずです。分からないな。そうですか。ではこの話はまたいずれ。姫はあなたを信じています。どうかされましたか。お見事です。司令部から要請があります。作戦を説明する。説明は以上だ。11月30日、アバルーネ重工業地帯破壊作戦が決行されました。ユトランド軍は本体にイプセリアの義勇軍を加え、解放軍であることを強調したとされていますね。この戦いの主眼はあくまでもアバルーネの労働者たちに自由をもたらすことにあり、ユトランドの利益などは二の次であると内外に主張したのだ。事実、ユトランド軍の士気はその義憤的行為によって高まっていました。熱を帯びた国民の支持と期待がそれを後押ししていたのは言うまでもありません。防衛ラインにて敵主力部隊との戦闘状態に入りました。作戦通り指定の地点に誘い込み、十字砲火でこれを迎撃します。おう、しっかりやれと伝えてくれ。夜まで生き延びりゃお楽しみが待ってるってね。はっ。さてと、出張ってきた甲斐はあるかな。
さて、お仕事お仕事。ここを解放したら、ユトランドにもラグナイト製品が届くようになる？主に軍需工場だから、なんとも。けど、一部でも民需に転用していければ、きっと。医療の水準は大幅に改善される。最優先事項だと言っていた。議会が。大丈夫。我が国の自由と正義を信じましょう。ゴド、何かあったのですか？いえ、何も。少なくとも作戦を遂行する上で問題はありません。そうですか。姫、今は作戦に集中してください。あなたが戦場でなすべきことをするのです。はい。ここからは班に分かれて行動する。散開。さて、追っ始めようか。楽に勝てそうだな。あらら、敵さんの増援か。邪魔だ。話していこうじゃねえか。終わったぜ。あばよ。終わったぜ。邪魔だ。来ましたね。悪いアバよ。だぞ。まだまだ余裕だね。任せてくれ。うん、やってないぞ。よし、撃退しましょう。ここで肩を撃つ。よし、食らえ。よし、いい感じですね。さ、一気に攻めましょう。よし、この全員です。よし、敵装を撃破した。食らえ。来ます。敵装を撃破した。目前だね。敵を破壊させとってな。はっ、刀出していこうじゃねえか。悪いな。はっ、敵を破壊させとってな。これでどうだ。行こうじゃねえか。悪いな。これでどうだ。悪いな。
楽に勝てそうだな。高いところはちょっとね。応戦開始。敵戦の増援か。これでどうだ。気合になるぞ。あばよ。なんだこの程度かい。終わったぞ。あばよ。いいぜ。ほら。楽に勝てそうだな。こんなのはどうだい。またなら捨てつくな。僕の出番だね。こんなのはどうだい。まだまだ。やりやるか。格の違いを思い知りなよ。今日はそうだぞ。遅いね。庶民以下だね。相手を間違ったね。遅いね。やれが来ましたね。大物。大物ないね。え、これでどうだい。そろそろ予定時刻だ。行くぞ。お前は。ルーシ帝国四将が一人、マクシム。四将。帝国四将。お前はイプセリアの王子ではないのだ。だとしたら何だ。参る。ください。警戒してください。炎をかけるぞ。次だ。敵の動きに。イプセリアのレアティーズの王子だ。ハハ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 。敵の王様ください。受けてみるまで。我々はイプセリアの敵ではない。敵はルーシ帝国です。警戒してください。殿下の父君も母君も敵の動きに気づかない。私もどこかに。そのような過去は捨てた。敵の動きに気づかない。殿下の敵め。警戒してください。敵の増援を確認。警戒しろ。引け。ルーシランドの王様。受けてみるがいい。俺の名はマクシム。ウタランドの王子はもういない。皇帝陛下に忠誠を誓った。ルーシ帝国のためにこの身を捧げ。皇帝陛下の波動敵の動きに思い浮かす。敵の動きに気づかない。あなたの決心で攻撃を察知します。皇帝に忠誠を。国が敗れたのは警戒しろ。弱かった。警戒しろ。王家が弱かったんだ。陛下がなさらずと多からず滅んでいた。それが弱の王に定めたい。敵の動きに気をつけて。敵の動きに気をつけて。勝利は何。攻撃に参加した。我の剣。
定時刻が過ぎました。ここに留まっていては。何やってる。早くそこから離れろ。急げ。オヒリア。意識を失っているだけだ。誘爆があるかもしれない。総員、この場を離れるぞ。ご無事でしたか、マクシム様。ここは引く。だがその前に生存者を救出する。動ける者はついてこい。はい。ブリュンヒルデ、貴様に命令を与える。図に乗るな、人間。我が力を人間の意のままになど使わせぬ。世界の断りにおいてあってはならぬ。逆らえるのか。世は契約者。世がいなければ貴様はこの世に存在できなかったであろう。従ってはやろう。それが我が食材でもあるのだから。作戦は成功です、隊長。オフィリアちゃん、よかった。私、気を失っていたのですね。うん、でも作戦はバッチリ。ドッカーン。オフィリア様、大丈夫ですか？大丈夫です。ご心配をおかけしました。また、何もできなかった。おお、来た来た。ハンス坊やのお出ましだ。坊やはやめてください。僕はもう一人前の男です。ふふん、ハンス君。はい。一人前を名乗るには、とあるこの世の神秘に触れなければならないんだよ。それは麗しき女神たちの。痛い。ハンスにバカなこと吹き込まないで。次は撃つわよ。はい。ハンス。失礼しました。やりましたね、グレンケア隊。戦況は。それが敵の攻撃が熾烈で苦戦していると。どうもルーシ帝国は海軍大将が指揮を取っているらしいんです。そんな情報なかったんで、とにかく大混乱で。海軍大将。本体の援護に向かう。敵主力の呪気を破壊し、海軍大将を叩くぞ。ハンス、本体に伝令。俺たちが敵陣の横っ腹を突く。
頃合いを見計らって一時交代し体勢を立て直せ。はっ。行くぞ。行けますか。はい。もう無様な姿は見せません。アンチ・バルキュリア部隊が駆けつけたことでルーシ軍は一時混乱状態となります。その間にユトランド軍は後退、体勢を立て直し戦線を維持することに成功しました。本隊と合流を果たしたアムレートたちは前線の野営陣地で補給としばしの休息を得た後再び出撃します。その時すでにアバルーネの戦場は夜の闇に包まれていたのでした。どうかされましたか。こいつはさすがの俺たちでも相当きついぜ。アムレートのやつ本気で突撃させる気じゃないよね。だとしたら正気を疑うわ。グスタフは中央部の管制室で指揮を取っているはずだ。何としてもそこまでたどり着く。そのためにはでは作戦を開始する。これは俺たちにしかできない。そして俺たちがこれまでに遂行してきた作戦と何ら変わりはない。総員突撃。よし、作戦を開始する。敵を発見した。一人で乗り込んできたのか。
この私を四将が一人と知ってきたのかな。それとも迷子かい。グスタフ、ここまで来られるかな。邪魔するな。任務完了ですな。おう、なんとかなるもんだ。まったく、この僕にこんな無茶させるなんて。アムレート・グレンケア、どこまで無礼な平民なんだ。あれ、隊長は？いないわね。どこかではぐれたのかしら。こいつは驚いた。エリート部隊の力は本物ってわけか。バナルガンドだろ。最近随分と世話になっているからな。諜報部が血眼になって調べてくれたよ。くと言ってもまだ詳しくは分かってない。おや、お出ましか。それじゃここはお任せしましょうかね。待て、逃げる気か、グスタフ。妙に静かだな。敵がいない。勝ったのか、俺たち。変だ、様子が。そうね、嫌な感じだわ。え？歌？仕上がるんだ。聞こえる。姫。オフィリアちゃん。今度は何？違う。俺には戦う力がある。バルキュリア。破壊こそ救いと知れ。
歌っていたのはこのものですか。バルキュリアですね。こいつが。確かに死神だな。見た目は。退却しろ、お前たち。奴と戦うにはまだ力が足りない。え？何ですって。俺が奴を足止めする。逃げろ。それじゃ隊長が。死ぬつもりですか、隊長。君を倒すのはこの僕だ。こんなところで勝手に死なれちゃ困るんだよね。らしくないですな、隊長殿。判断力に疑問があるわね。今のあなたの命令には従えないわ。私たちがどうするかは私たちが決める。こいつに対抗するために俺たちがいるんだろう。だったら総員隊列を組め。目標バルキュリア。訓練通りに戦え。戦いましょう、アムレート。固まるな、散開しろ。ならと勝負だ。相手の動きをよく見て動け。敵の動きにご注意。隊長、バルキュリアと一人で戦ってたなんてどういうつもり。破壊と気づいてくれ。生き残ってから存分になさい。チェイ、調子出ねえな。あの音破壊と気いと知れ。身を塞いでも聞こえやがる。敵は我らに。敵の動きにご注意。強大な力です。ラグナイト兵士の力を魂を呼ばれる。今です。この動きにご注意。破壊の力を聞いてください。敵の動きにご注意だ。我が剣、敵の動きにご注意。磁力に高まっていく。完了だ。聞いた。
オフィリアなのか。私が歌えば皆さんを守れるかもしれません。歌。私はずっと民のために歌い続けてきました。それは民の無事を祈るため、国の発展を願うためでもありました。今も国のために、皆さんのために、私の歌が役に立つかもしれない。だから、命拾いしたのかもしれないぜ。あ、オフィリアちゃん。気を失っておられる。隊長、今のは。姫は一体何を。呪歌だ。オフィリアは呪歌を使った。呪歌。それ、何。俺も詳しくは知らない。すごいわ、お姫様。あんな力を隠し持っていただなんて。さすが私のライバルね。あなたはいいわね、底抜けに前向きで。私は少し恐ろしいわ。得体の知れない力だもの。僕もちょっと怖いって思いました。力が強すぎるんじゃないかって。姫への負担も大きいようですが、死神の歌に対抗しうる力だと分かりました。いろいろと調べる必要がありますね。夜明けだ。僕たち一晩中戦ってたのか。いやー、参った。まさか死神がやられるとはな。遠目にでも見ておいてよかったね。あのお姫様は何とも不思議な力をお持ちだ。撤退させておいた部隊を呼び戻しますか。その必要はないさ。今回は負けだ、負け。ユトランド軍はともかく、あのバナルガンドの連中を仕留めるには周到に準備しないとね。面白くなってきたじゃないか。ユトランド軍を逃げ場のない工場敷地内に誘い込み、バルキュリアを投入して壊滅的な被害を与える。皇帝クローディアスの目論みはバナルガンドの活躍によって阻まれました。一方、アバルネを制圧したユトランドではリンデゴア教が国王に対し、帝国のバルキュリア投入は徹底抗戦及び大反抗作戦の予兆であるとし、即時停戦を激しく訴えていたのでした。しかし、滞在人スレイマンはあくまで
アバルーネ戦で得た成果を強調し対抗します。よまいごと、多数の戦士が出ているというのに。大げさな。損耗率としては決して大きなものではありません。そんな言い方を。陛下、私はこう捉えております。バルキリア投入は帝国が我々を脅威と認めた証拠。これは何よりの成果です。うん。そもそも帝国に停戦のための交渉を行う意思はない。それゆえのバルキリアです。幸い我が軍にはアンチバルキリア部隊がいる。彼らはバルキリアが恐るるに足らぬことを証明してくれた。ならばこちらが有利な条件を出せる環境を整えてから停戦交渉に臨むべきだ。国民の長きにわたる困窮と無念を思えば、おのずから明らかではありませんか。歌を聞いた。懐かしい響きだった。人間からあの歌を聞こうとは。ほう、そのような顔を見せるとはな。まるで人間のようだぞ。歌については対処する。グスタフから聞いた。お前の力を抑え込んだそうだな。良いか、お前と世は命を共にする者。お前の敵は世の敵だ。傷は癒えたか。は。またしても狼どもの牙にやられたな。面目ございませぬ。良い。人は失敗するもの。マクシム、貴様に今一度汚名返上の機会を与える。はっ、ありがたき幸せ。オフィーリア姫は知っているな。はい、幾度か戦場にて剣を交えました。先の受講業地帯での戦闘で得た情報によれば、あれも儒歌を歌うようだ。儒歌とは。我がバルキュリアに近いとされる力だ。まさかユトランドにそのような存在がいようとはな。あの姫が。もっともその力は被験するには及ばぬだろうが、邪魔になる可能性も否定できる。そこで貴様にはオフィーリア姫を暗殺してもらう。暗殺。そうだ、速やかかつ確実に脅威を取り除く先達の賢明なる知恵の一つよ。できませぬ。暗殺など王の戦い方ではございませぬ。陛下は常に欲しいものを手に入れるためには堂々と戦いを挑み勝ち取ってきたではありませぬか。それが陛下の覇道のあり方であるはず。ほう、様が王を語るか。いえ、私は。違うな。言ったであろう、全ては世の波動に必要か否か。その必要があれば悪鬼羅刹となると。貴様を四将へ抜擢したのもその覚悟を持つにふさわしいと思ったからだが、世の見込み違いか。マクシム、今一度命ずる。オフィーリア姫を暗殺せよ。できません。世から学びたかったのではなかったか。その役目私が代わりに。ビクトールか。
よろしいかな、マクシム殿。よかろう。ビクトール、貴様に任せる。お任せを。